ベーレンベルク山とは、ノルウェー領ヤンマイエン島の北部に存在する清掃火山であり、活火山でもある。現在の山頂の標高は2277メートルで、これはヤンマイエン島の最高峰にあたる。ベーレンベルク山は、おおよそ北緯71度4分36秒、成形8度9分52秒に位置しており、これは現在の地球の北半球の陸上に存在する活火山としては、 最も緯度の高い場所に存在するものである。この山は清掃火山であり、玄武岩室の溶岩と火山バイトが積み重なって形成されている。また、いくつもの噴石球が存在し、その側面の割れ目には噴気を上げている場所も見られる。なお、山頂には火口が存在し、その直径は約1キロメートルの大きさだが、これはほとんど氷で埋め尽くされてしまっている。 河口の縁にはいくつもの頂があり、その中で一番標高の高い頂は、河口の西側に存在し、ここの標高が2277メートルである。そして、この山の斜面の大部分は氷で覆われており、ここを流れ降っているいくつかの氷河は、海に直接流れ込んでいる。それらの中で最も長い氷河が、ウェイプレクト・グレーシャーであり、この氷河は、 河口の縁の北西部から約6キロメートルにわたって流れ降り直接海へと注いでいる。ベーレンベルクスさんは記録に残っているだけで1732年、1818 18年、1851年に噴火を起こしている。このほか、山の側面から1970年、1973年、1985年にそれぞれ噴火を起こした。 このうち1970年の噴火では、わずか1ヶ月弱の間に、ヤンマイエン島の面積が約3平方キロメートル増えた。そして、この1985年の噴火が、現在のところ最後に起こった噴火である。大西洋上にはいくつかのホットスポットが存在することが知られており、このヤンマイエンホットスポットも、そのようなホットスポットの一つである。 ベーレンベルク山が存在するヤンマイエン島はヤンマイエンホットスポットの直上に存在しており、この活動によってヤンマイエン島は形成されたと考えられている。もちろん、ベーレンベルク山の火山活動もこのヤンマイエンホットスポットが関係していると考えられていて、この山は玄武岩室の溶岩を噴出し続けてきたと見られている。1921年にワーディー・マーキントン、 デスブリッジが初めて登場したとされている。ヤンマイオンエクスペディション1997ヨーロッピアンバルコナロジェクルソサイティーハット AB ヤンマイオングローバルバルコネザムプログラムスミソニアンインスティチューションチェッツドフィリップ・エトールザ・インペリアル・カレッジ・エクスペディション2ヤンマイオンアイランド・ディスカッションザ・ジオグラフィカル・ジャーナル94 131から134、J スター178万7248。ありがとうございます。